鉢に水が十分にある状態ってどんな状態なのかっていう話なんですけど、当園で使っている土の場合という前提にはなるんですけども、写真にあるように真っ黒な状態になってます。それが乾いてくると茶色みが増してきて焦げ茶で、最後はちょっと薄いなんかこうミルクチョコレートのようなそういった茶色にどんどんなっていく。水が十分鉢に含まれているという状態というのはまずは真っ黒な状態であると。この黒い状態というのは、まあ、その株の状態によっても変わるんですけども、まあ、平均して大体2週間ぐらいは続くと思ってもらっていいと思います。外で育っている他の植物、日差しがガンガン当たってて、まあ、土もどんどん乾いてくるんです。で生育も旺盛なのでどんどん水を欲しがる、まあ、そういったものに比べると淡水流というのは非常に生育がゆっくりなので、当然水の吸収もゆっくりだ。アンスリウムの水やりというのは2週間に1回ぐらいでいいよと言われているのは、まあ、そういった理由から来ています。